湯浅町は東海などにより周辺に悪影響を及ぼしているとして、今日行政大執行により町内にある空き家の解体撤去工事を始めました。行政大執行による解体工事が行われたのは、白浜町在住の75歳の女性が所有する湯浅町湯浅の木造2階建ての空き家3棟で。 町によりますと空き家周辺は近くの小学校の通学路となっていて窓ガラスが割れ瓦が落ちるなど老朽化が進みこのまま放置すると倒壊する危険性があるとして町は平成28年から空き家特措法に基づき 所有者に対し口頭や文書で指導してきましたが撤去に応じなかったため行政代執行を行いました三棟の空き家は10月6日までに解体・撤去され費用1100万円余りは所有者に請求されます空き家の行政代執行は県内では2番目で岩佐町では初めてです